るやんな。あれ？おはよう。え、待って、これ何？なの、おめでとう。前夜祭みたいなもん。まだ9やで。待って。何これ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。5周年のってこと、こんなんなかったくない、誕生日みたい。3日前からってことやな。だってね、こんなんなかったよね。今日は4日前。そんな前からな、何のことかなと思った。ええのに当日だけで。ありがとうございます。ね、今日あったっけと思っちゃった。一瞬焦った。まあそれは置いとこう。と、本日ミュージカルアクの娘2日目でーす。昨日無事初日を迎えました。寝起きすぎて顔パンパンや。やば。昨日はゲネプロと初日をやったんですけど、そう、昨日も2公演だったんですけど、ちょっと本番はね、何かしらトラブルがあったからちょっとびっくりしたけど、でも誰も怪我なく初日を迎えれてよかったです。そう、面白かった昨日。なんかなんかね、最後出るシーンあんけどさ、なんかずーっとうーっとなんかドド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 ドなんか、これ何の音と思ってなんかね、なんかの音がずっと鳴ってて、うん、何やろなって思いながらセリフ言ってた。そう、あれね、ちょっとまあ多分今日には治ってると思うんですけど、多分そう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 
人ドド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 ドこんな感じでおっと思いながらやってたんですけど、今日はきっと治ってると思うので、その部分あ、日本酒買う準備しないとだって、10時からやったっけ、あ、ごめん、こんなタイミングで、もちょっと15分したら今日はね終わるから頑張れ頑張れ、10時から日本酒やって150本しかないからやばいかもしれない。お兄もね日本酒10時からにしとく、これテロップ、よし、日本酒の販売が10時からです。150本だけなので多分ね争奪戦になる。だってなんなら大西も買いに行きたいもん。無理かな、ショールーム終わって買いに行ってもまだあるかな。ももちゃんもらえないのって、ももちゃんはね3本もらう3本だけいただく。そう、3本、でもね6本ぐらい欲しかったのよ、そう、自分用と家族用とあとお世話になった方にそう渡したかったんけど、3本やから渡せないのよそう、あと2分ぐらいやで。日本酒欲しい方はぜひ、ぜひぜひ。ね、それと同時にね、サキフェスのイベントのチケットも販売されるので。こちらもね、よかったらぜひよろしくお願いいたします。いってらっしゃいゲットしに行く方はいってらっしゃい。どうですか、頑張って争奪戦待ってるわ。じゃあ拜拜。
いねこれ。じゃあ買わないメンツで喋ってようか。何喋る？昨日の歌番組見てくれましたか？久しぶりに黒マスクで登場しました。そう、披露するのはお店はあの初披露ぶりだったのでめっちゃ緊張したんですけど楽しかった。あの日は収録だったから結構何回も踊ったので、でね、まあ、一応なんですけど、一応初めてフル選抜で踊ったので今回、そう、10時になったで。とっても楽しかったです。昨日鬼島リアタイして、いや本当ね、あとねパフォーマンスしてる時が本当に楽しくて、早くまた踊りたいです。劇場とかも出たい、ライブしたい、踊りたい、歌いたい、販売サイトめっちゃ思えて、頑張れ頑張れ頑張れ。キムムちゃん劇場出てないもんねって、ほんまにそうよ、いつからだって出てないもんし、日本酒確保購入完了、ただいまやって、お、みんなお疲れ、お、買えたやって、おめでとう、購入完了、買えたよやって、やったね、素晴らしい、みんな買えた、よかった。え、じゃあ大西も行けんじゃない、ワンちゃん無理もういいよ、今ワンちゃんショールーム終わったら買いに行けちゃう。ねえ、まだ3分しか経ってないし、ワンちゃんちょっと行ってみよう、後で。まもなくテロップ出ます、ありがとう、3本あるのにって、だって6本欲しかったんやもん、ほんまは。お、みんな変えたっぽいね、いいね。多分おいしい、これ買える気する、今行けば全然、ちょっと行ってみよう。
疲れい。みんなお疲れだ。ありがとう。ちょっと大西も一回日本酒のやつ行ってみよう。ということで、じゃあちょっと15分経ったので、大西は今日悪の娘2日目を行っていきたいと思います。本日も2公演です。ではランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位はぎはぎさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が RTO アットマーク大西マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がツバッサーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がさっきアットマーク大西軍アットマーククラリスの歌にハマり中さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がミッシュさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がハリーの道楽アットマーク、なんて読むんだろう、なんて読むの、センチュリーお、ありがとう。じゃあもう一回いくね。12位ハリーの道楽アットマークセンチュリーさん、ありがとうございます。イエイ。ごめんね、読めなくて。そしてラスト13位がアルさん、ありがとうございました。イエイ。センチュリー21ってあるよね、 CM。 センチュリー21って、なかったっけ。あ、21世紀って意味やって。へえ、この CM 何なんやろ。何の CM。 あ、そうやね、日本酒いいのって。日本酒ちょっと見てくるわ。じゃあこの辺で終わりたいと思います。そうね、一旦準備してからにしよう。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では悪の娘2日目行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。